皆さんこんにちは。新潟県新発田市の慶和学園大学から元気な大学生の日常をお届けするユーストリーム番組慶和ランチの時間がやってきました。今日の MC は笑いのツボはひろめです。私のツボを探してください。慶和のかとはい、主成分はラーメンとパンとジェラート、本日若干風邪気味の土田舞香がお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日のゲストは先日発行された慶和クロにも登場した、はい、金子そのみさんです。美しい彼女の素敵な素顔に迫りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあでは自己紹介をお願いします、はい、英語文化コミュニケーション学科2年生の金子そのみです。好きな発表されます。好きな飲み物は炭酸飲料全般です。おすすめは、おすすめは最近はもうカルピスソーダばっかり。ああ、美味しいですね。いいやつ、甘いやつね。あとは最近ハマってるのはロックバンドでワンオクロック、曲が聞くのにハマってます。なるほど、好きなんですね。あとは何かあります？あとはあ、でもそのワンオクロックのとか、あとアミューズ の会社全般でポルノグラフィックとかあるスマコイっていうなんかライブが7月にあって、それに当たるように私も行きたい、祈ってます。私もアミューズであのマシャが大好きなので。あ、そうなんですか。まあ今日はいいです。今日はいいんですけど。じゃあ今日はあの3人美人ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、先日発行された慶和クルーにね、そのみちゃんに乗っていただいた人の紹介第1弾として本日こんな来ていただいたんですけども、あの自分 の, あのどんな人〇〇な人っていう特集で組んで、あの、はい、いろいろね人が乗ってるあの冊子なんですけどもね、そのみちゃんは何の人として乗ったんですか？と女子大生初動師範な人として。おっ、かっこいい。珍しいですね。ね、そうだよね。書道やってたりします？いや、違う。あ、わかる、私もでございます。ね、そうだよね。なんか自分の周りでもなんかこう師範までなんか行く人もあんまいないもんね。なんか実は私あの慶和クルーであの実際にそのみちゃんの取材に行ったクルーなんですけども、取材させてほしいってなんか最初にお話来た時なんかどう思いました？あ、でも最初ちょっとどうしようかなとあやっぱり思ったけど、でも楽しそうだなって。 ありがたいお話で。ありがとうございます。しました。どうですか、あの私の対応大丈夫でしたか？あの時いや緊張して最初インタビューとか、そう、でも楽しく、あ、よかったです。できました、ね、写真とかもあの多分さっきも画面にあの実際慶和クルーの写ってたと思うんですけど、まあ、いろんなポーズでねなんか撮ってたりとか、そうそう、何枚もたくさん後でなんかこうで出してくれるかもしれないんですけども、こう実際下にねこうやって撮ったやつとかもあったりとかして、ちょっとね後で出してもらいましょう、それは。じゃあちょっと質問コーナーに入っていきましょうか。はい、どうぞどうぞ。はい、書道について質問させていただきたいと思います。はい、始めたきっかけとかは？始めたきっかけは小学校の夏とかに教書大会やりまして、教書大会ってどんなやつなんか、新潟なんか夏休みの課題として
出すみたいな、1枚書いていいので学校にみたいな、ので、最初は小学校1、2年生は硬筆鉛筆字、やったよね、それで確か2年生ぐらいの時に入って小2、でなんかあできるかなみたいな、なるほどなるほど、ちょっと、いけるかなみたいな、ちょっとうってなったのね、ちょっとこうなって、でやりたいって言って親に、で近所で友達のお母さんが習字の先生をしてて教室を開いてたんで、でそこに友達もいっぱい入ってたんで入れてもらって、でそれがきっかけです。書道教室もなかなかやってないから、本当にすごいな、運命的というかなというか、ね、そうだよね、それで近くにあって それでずっと続けてたってことです。そうからもう、ね、一応高校卒業するまではお世話になって、3、4、5、6年生、中1、中2、中3、高1、高2、11年、11年ぐらい、ね、すごいね、長続きな、ベテランの領域で11年師範まで行く過程ってなんかどんな感じで進んでこう、なんか私の、通ってた小学はなんか日本習字っていう財団みたいなのに、お手本を取り寄せて、で書いて、そのお手本を書いてそれをまた送って採点して、赤ペン先生そんな感じで戻ってきて、でこういいと何段昇級みたいなハンコがそう押されて帰ってくるので、こう生徒の小学校から中学校とか、中学校までがまあ生徒とかの部 でそこまででも9とか段とかあって、でこう段階踏んでそこまで行くと今度もう成人の部に入っていいよって言われるんですね。で成人の部でこう何段まで取るとその財団として教えてもいい、何年生まで教えてもいいですよっていう、こう免許を取っても取れる資格っていうか、すごいね、何年生までっていう、そうですね、最初は初等師範みたいな、小学校低学年かなみたいな、何段まで取ったら小学校低学年の字までは教えていいですよみたいな、だんだんこうお手本も難しくなるので、それに合わせてじゃあ自分もレベルアップが必要になってくるみたいな、なるほどね。いつそのはい師範ドドンってなった師範、あでも一番最初の小学校初等師範免許を取ったのは、高校1年生とか、わすごい、そんな時からもうだと思う、高校1年生で教えてもいい立場になるっていう、高校生の時なんかギャル字とかが流行ってた時代ですよ。ちょっと丸がプリクラとかもわざとこうプリクラめっちゃ綺麗な人いるとかびっくりするよね。そんな感じで。字が上手すぎる苦労はそこにあるかもね。プリクラの字とか頑張って可愛く書こうみたいな。なるほどね。そっかそっか。なんかこう慶応クルーのこの実際の冊子の字って私たちがよく見る字じゃないよね。これはなんかどういう字で説明されればいいのかな。これは習字ではないもうもので、習字じゃなくて書道ね。あの実際慶和クルーにも書いたんですけど、習字と書道の違いをそのみーちゃん流で教えてもらっててね、なんかやっぱり書道になるともう自分の世界に入った字が、ね、書けるようになってる、ね、ありです、なんかどんな字をよく書くとかあったりしますか。どんな字、やっぱこの慶和クルーの写真にも載ってるんですけど、払いが大きくある字とかは書いてて楽しい、なるほどね。
ですね、こう自分では書けない、ね、レベルが違いすぎて、これ観音っていう字だけどさ、音ってさ、ここ丸めようと思わないもんね。しっかりこう書くなるよね。じゃあこれはこうそのみちゃんが書くとこういう感じ、このクルーに乗ってる感じの字になるけど、他の人が書くとまたちょっとすごい全然違う感じのやつが出来上がる。なんか気分によっても毎回は字ってきっと変わってそうです、くるよね、きっと気分が影響して、どんな気分で書いても下手な字なんですけど、なんか上達しますね。なんか私相当習字も苦手でしょ。私自分の字すら上手に書けなくて、先生に何度直されたのレベルのっていうレベルなので、なんかコツとかねあったら先生に教えて、これからなんか筆とかもしかしたら使う機会が、ね、なんかさ、ひょっとしたらほら友達とかがさ、ね、結婚とか始めたらご祝儀のあの字さ、自分で綺麗に書くか来たよね。いやでも、なんだろう、筆とやっぱペンと違うから、そうだろう、でもやっぱ形が、なんだろう、イメージしてまず、イメージから入らなきゃダメなのか、分かる、なるほど、形、こう書きたいっていうのがあれば、絶対書けると思うんで、ちゃんとイメージをすることがなるほどね。このこっち側の辺はこのぐらいの大きさで、作りはこのぐらいの大きさでちょっとずらして描くとか、こう四角でこうこの中に収めるみたいな風にすれば自然とこうなるんじゃないかな。なんか意外とさ、なんかこういう習字じゃなくて書道の字見てるともうダイナミックだから枠とかはまってないと思うけど、やっぱ基本は枠からなんだよね。でも出てもいいけど、多分それでもこうまずどんな風に書きたいかは想像しても、半は大きくこうダイナミックに行こうみたいな、そうか、そうか、当たりをつけて。私字の形はちゃんと箱の中に入れても、こうなんか大きさがまばらだから、なんかちょっと三角かなぐらい、なんか力の入れ方がなんかわからないよね。あれはなんていうか、あれは感覚みたいな感じ。そうですね。これが多分経験の差だよね、きっと。まあでもどのぐらいまで、まあだいたいまあ。筆ってこう 毛がいっぱいあるじゃないですか、そうですね、で全部下ろすとこう太くも細くも描ける、全部のノリ落として、全部ふわふわにすると落とせるけど、もうあまり大きく描かないと思ったらそんなにこう下ろさなくても、下ろさないっていうかノリを落とさないで半分ぐらいまで溶かして使えるようにしても、そこそんなに太く描かないように。今初めて知ったのが、それがノリで止まってたってこと。なるほどね。あれはノリで止まってたんですね。そうですね。なるほどね。そうなんだ。筆も種類たくさんありますよね。なんか一番でかいこうやって描いたりとかすることあるんですか？あ、あります。おー、すごい。結構テレビで見る書道甲子園みたいな、こんな大きいのじゃなくて、それでもこのぐらいの筆の長さはこのぐらいかな、ある。結構これはその大きいので描いたんですけど、もうこうやって足力んでこうやってあ、もうこういう感じですごい、超かっこいいよね。描くときはあれですか、もう汚れてもいいような服とかして、そう、もうどっち跳ねるか分かんない。習字だとそんなに跳ねないかもしれないけど、これはこういう大きいのやっぱ叩きつけてみたいな、ね、それで勢い出すみたいなのもあるんで、しぶきがかっこいいのが来てるもんね。
か小池ちゃんは習字の思い出はありますか？私苦い思い出しかない。本当に自分の名前が本当に書けなくて、うん、私それこそ池っていう字が本当に苦手で、どんなに例えば小学校の時って冬休みの書き初め大会とかなんかあるじゃないですか。それで体育館に出て書いて、この右半分の課題の私たちは上手に書けたのに、あ、名前が小筆になるとなんか一気にわけわかんなくなったりする。書けない、私はもうなんかそれ以前の問題で、もう泣きながらその冬休みの宿題も嫌で嫌でしょうがなくて、もう下手になっちゃうと、なんかもう心の底から泣きたくなりますよね。貼られるじゃないあれって、学校の壁にさ、みんなこう、そうそうそう、でなんか上手い子から私の学校って順に貼られてたので、最悪すごい嫌だよね。誰が誰が花丸なので、どんって一番こっちに飾ってあって、だんだん私このケツから一番二番ぐらい争ってて、もうそれがもうすっごい嫌で嫌で、もうね、そんな順位付けみたいなこと。あったよあったよ。先生が選ぶ。多分。先生基準。貼り出される前の人がもう嫌で嫌でしかった。そう無理無理と思って、ね、だから本当にこうここまでさ、もう自分の思うがままに書けるのってだから相当羨ましい。そうだから私羨ましい人のところに取材に行った。こんな風になりたいなという願望じゃあなんかこの辺も聞いていきますか。はい、じゃあ今まで書道やってきて培ってきたものたくさんあると思うんですけど、それが生かされる瞬間ってどんな瞬間しますか？でも粘り強く、あ、納得いくまでやるのは、そういう集中力とか、そうだよね、忍耐力みたいなのはつきまして、根性みたいな、一つのさ字を何回も書くわけです、うん、特になんかあの試合じゃないな大会か大会に出すための字とかって、ね、なんかくじけそうにも なるよね、同じ字何回も本当に、なんか何書いてるかよく分からなくなって、そうだよね、いやすごいわ。なっちゃいそうです。このくらい自分もちょっと私は実家なので、自分がやると具合悪くなりそうな。いやー、なんかあとなんだっけな、こう取材してる時になんか私が素敵って思ったのが、まあ、書道もそうなんだけど、なんか座右の銘で磨くっていう字をすごい綺麗な字でそれも書いてきてくれて、そう多分今写してくれると思うんですけど、なんかちょっと見えますね、ね、見える、ね、すごい上手な字にそれも書いて、でこれ磨けば光るっていうのを出してくれて、すごい素敵な人だなって、いやいやいや、ファンになりまして本当にそうですね、本当になんか何回も言うんですけど、やっぱ下手なのでなんかもうファンというか、わーすごい、もう崇めるレベル全然、いやー羨ましいなと思って、本当に羨ましい限りですね。ぜひ習字教室をね通うときはそのみちゃんに習いに、ぜひ行きたいよね上手に教えてもらって、本当に、なんか最近は書こうかなみたいなときは全然ない。ない大変じゃないですか、片付けが。あ、やっぱそれは嫌だ。本当嫌です、ね。あ、よかった。いつまでも筆からこう出てきて、まだついてる、まだついてるみたいなことをやる。でも、ね、それをあれだよね、怠るからガビガビになるんだよね筆がね。ポロポロ毛皮のようになり。よくしましたね。なるほどなるほど。どうですか、そんなところでそろそろいいお時間、もうちょっと伸ばしていきますか。そうだな、なんかどうしようかな、どうしようかなって筆は、なんていうか、もう
本当に炭が出てこなくなるまでガーって洗って綺麗な状態でまた整える。出てこなくなることがなかったから途中でもう引き上げるよねいいかなみたいな、雑巾とかで拭いちゃって、うん、そういいかなって感じで、なんか墨汁とかってあれってあのジューってやつ使う、あ使います使います、なんか吸ってんじゃないの、いやそれはやらないな、それ面倒なんで、あやっぱそうそう、結構もうほんと量書くと、うん、たくさん書くと、うん、もう全然追いつかないし、すぐ吸ってんの、私あれの意味未だに分かんないんだよね、こうするのあれ何のためにやってるの、いや多分きめ細かいとかあれあるんじゃないですか、へえ、あそういう、あと濃さとかも、あれはそれ調節な、墨汁によってなんかちょっと色味が違ったりとか、そんな確かにあのなんか洗濯で落ちやすい墨汁とか あれ、ね、あれ薄いよねきっとそう思う、確かに可愛いって隣に並べるとなんかすごい透けて見えるよね薄いなみたいな、そうなんかまたあの書いたやつとかなんか見せてほしいって思ったんで、また見せていただけると楽しく増えたら嬉しいなって思います、はい、ぜひ見せてほしいね、うん、見てくださいそうそう本当に作品だもんね、なんか絵とかと本当一緒で、なんか本当に素敵な感じですそんな感じで、はい、じゃあ今日はね美人、本当はこれ私は美人って入れたかったんですよ、丸ハードルが見なくても美人だからちょっと消されてしまったんですけどもじゃあ今日はね女子大生大学、うん、女子大学大生書道師派の人ということで、あの金子そのみちゃんをお招きしたということで、はい、来週のじゃあ、 あのアナウンスをお願いします、来週はまたまた明け枠論に登場してした方であるサイードさんをお招きして、この人ね、はい、サイードになりますね、知ってる、サイド人は友達です、あ本当に、うん、そっかそっか、あ同じ学年かみんなは、そうですね、はい、でその時の MC は横田ちゃんと小沢さんでお送りしたいと思います、はい、ま、ではそれではまた来週、はい、見てください、また来週、シュ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 、オッケー。